子どもたちがバットの仕事を体験したのは南砺市の SO スポーツ工業。木製バットの生産量日本一の福光で、まずバットができるまでの工程を見学しました。県内でも珍しい手で削る工程で職人の技を学んだ後は、いよいよバット作り。長さやグリップの太さなど好みのバットを選び、専用の機械を使って自分たちの手で丁寧に磨きました。最後は色を塗ってマークを印刷してもらえば、世界に1本しかないバットの完成です。 0.1 ミリとか手作業でやったりしとるのが難しそうだった。こんな風に作られるってことは知らなかったから、いいきっかけになりました。家での実練とかで使ってみたいです。